はい、M1 行きます。今アイドル1ですね。では2行きまーす。しくったー。よっしゃ。ん？よいしょ。おお、墜落強度見えねえ。なんだ？よいしょ、よいしょ、よいしょ。ECS が死亡したくせえな。しゃげん。はい、クラッシュテスト、見事に完了です。内容からすると、テールモーターの一線根元が断線ということで、動かなくなりました。脱腸状態ですね。ですので直せれば直すんですけど結構難しいんで、アッセンブリかなと思っております。機体の方は全部チェックしたんですけど、メインマストも曲がってないですね。軽いから意外と壊れない感じです。いや、このモーター、アッセンブリですね。まあ直していきましょう。